手をつらいと思うんですけど、ありがとうございます。そんなお二人に、三か年目標を宣言していただきたいと思います。では、松山さん、お願いします。はい。えー、<laughs> 新商品開発です。<laughs> はい、はい、松山店長、こちらは。<laughs> そうですね、あの、まあ、僕の、その。目標としては、まあ、その店長で、まあ、その売上を。えー、まあ。 日本全国の大体上位5以内に入った後、本社の企画部に移動し、この新商品開発のに携わる人間になりたいですね。企画していきたいですね。はい。3カ年契約計画は出来上がってますね。はい。そうですね。はい。ええまあ、具体的にとりあえず、まあ僕の祖母のニンニク味噌の 商品化から始められたらなと思ってます。はい、かなり具体的な案も出来上がっているということで楽しみにしております。はい、それでは川合さんお願いします。はい、私は店長になるです。あの <laughs> <laughs> ちょっとその空いたところを、あのぜひちょっと三年で店長にまで上り詰めたいなっていうふうに。思ってます。<laughs> 出来上がりましたね。<laughs> 出来上がりました、ね。したね、C. M. のシリーズも出来上がりつつありますね。<laughs> はい。 はい、お2人の参加年目標を聞かせていただきました、ありがとうございました、はい、松山店長からご覧になって、この河合さんの制服姿、どうですか <laughs> あのもうさっき言ってたことが、もう現実になりつつあるから、びっくりしました、今。なんで僕、多分店長、もしかしたら、早い段階でいなくなってる可能性ありますよね。 で、ね、本社の方に呼ばれなかったらどこ行くんだっていう話ですよね、もしかしたら下になってる可能性ありますよね、追い越されちゃってて。はい